はじめ。負けないとコメントできない。高校生対大学生、大学の方はシードですからね。そうです、シード人生からね。ビーンの方は皆さんちょっと小ぶりのロボット、これが芝浦工業大学ですね。シードロボット、そして1回戦を勝ち上がっていたニュートリノ。今パンチが重いですね。今ね、足に向かってパンチ、はい、ガードあたりを ね引いてワンマン取りました。ニュートリノ2は飛田、神岡の飛田、高山から来てます。ちょうどあのサイズだと、はい、膝のあたりにねパンチが行くよ、下からこうすくい上げるようなパンチが、ね、行きますね。そうですよね、ちょっと重さ的にもちょっとありそうですからね。そのパンチが低いんじゃないですかね、はい、うまく読めた、動いてた。今レフリーのファイトのボールがなかったというわけで、ノーカウント、はいはい、一回止めたら入ってますね。ニュートリノは前にパンチを横にも出します。ビーンの方はもう何つったらいいかね、キッカーカーウェイっていうんですか、パンチを出せば少し距離を取ってくる。そうですね、はい、おお、うまく出た。ちょっと離れてください。右のサーブがちょっとおかしいような気がしますけど、スリップダウンだからタイムが取れます。これで両者ワンダウンになりますね。両者ワンダウン、はい、青川の調整、あれですね、アームというか腕がなんか昔マジカードでビヨーンってありましたね。なんかあれっぽいですね、はい、あ、ちょっと厳しそうな感じですね。対戦が抜けたんだったらいいですよね、うん、対戦が抜けたんならいいんですけども、サーボが壊れたんだとすると、結構これは直すためにですね、難しいですね。ところで急に会場に来たあの人誰ですかね。先生、これちょっと動かない感じなんで、ダウンするとやばいかもわかんないですね。その辺皆さん注目いいですか。それで多分ファイナルギアが折れちゃったんじゃないかなっていう気がしますが、ファイナルギア、はい、一番最初このサードから表に出てるみたいな。あれ今度は北浦工大の方が電池は大丈夫、電池は大丈夫ですね。そこでいじるとタイム扱いになって、タイムだね、今タイム続行中ですから、あとまだ1分程度、はい、大丈夫、あ、じゃあ、はい、よかったです、はい、それではいきます。はじめ、両者ワンダウン、残り1分、コリノはどこまで頑張るかですね、このコンディションだから。はい、どいどい、バナナ高台の方はここが攻めたい、ここを攻めたい、バナナ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、よかった、向きが良かった、はい、コリノは向きが良かった。青みたいな時は大丈夫みたいですね、起き上がれる。高校生がこういう時でも果敢に行くから気持ちいいですね、見ててね。ですよね。さあ、入ってない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 、はい、ホットバッターはちょっと身長がありたいところがガンガン詰めてますよね。右肩に、おお、あー、先生、この向きは大丈夫、この向きは大丈夫、はい、よかった。ほんとね、ガンガン攻めますね、ダウン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 、もうダウン取ったに言ったこの状態で、はい、一歩リード、ワンダウンリードしました。じゃあ、谷岡高校、ワンダウンリードです。大優勝者、赤子ら、おー、すごい、まさかの逆転勝ち。